はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。山順です。スカイツリーに続いて、徳さんと一緒に、うまい飯をなんかね、食おうと思ったんだけど、浅草初めてだからな、俺。さっきまで、ぐだぐだしてたスカイツリーね。あそこの上から見てたんですよ、ここ。いやー、浅草ほんとでも通るしかないからな、今まで。まあ、こういう夜のロケーション、HCX2000 の夜の、ね、周りのライトとかついてる状況でどういう風に映るかっていうのもやっぱ検証になりますから。おお。まあ、夜のね、映像も結構綺麗に撮れてるんじゃないかなと思うんだけど。風神雷神かっこいいな。めっちゃ光ってる。おお。こんな感じか。すごいな。うわ、すげえ。あ、何これ。すごいな。すごいよ。これ見方どうなの？逆？ここね。こうか。おお、すごいな。すごい、提灯の裏こんな風になってるの。めっちゃライティングしてる。やっぱこう昼間じゃ見れない景色が見れる。おお。風神雷神、風神、違うな、風雷神門。なんか DJ 大妻でそんな曲なかったっけ。疾風神雷か。おお。なんだろう、なんかすげえにやけてる。まあこの仲見世が消えてるけど、こういう風潮の中にスタバ。じゃあちょっと、あ、そこまで行ってみる？ああ、なんか、すごいね、一気に中野感が出てる。中野みたいな雰囲気が出てる、これ。おお、何これ。とりあえずゴール目指しますか。でもやっぱあれだよね、なんだっけ、人力車乗ってみたいっすよね。撮影したい。ジブレ。あ、ブレまくりの可能性高いけど。ブレまくりの。ブレまくりの。うわ、すげえ。かっこいい。すごいわ。人になる。あったかいな、息。すごいな、この五重の塔らしき。もうこっちもすごいね。本郷力士。おお。すごいでっかい旅。なんかやっぱね。本当日光とか行きたくなる。ほら、新しくなったでしょ、日光の東照宮とか。あー、もうないんだ。線香はないっすね。ダメなんだ。っていうか、御朱印持ってきたかった。まあ、もう時間的に無理だけど。そうっすね。ちょっと、次、昼、なんか来たい。うわー、すごいな。
いね。赤のライティングが、朱色がバーミリオン、こう、映えてる感じ。ここでバーミリオンプレスを流してる。ナプス、ナプスじゃない。ああ。10円を。いいっすね。ああ、それ。いいっすね、これ。あ、ここのあれじゃん。ボンボンのケツも。あれじゃない、さっきの竜じゃない、これ。さっきの男も竜。さっきも竜だったよね。いや、あの、すぐね。デーブ大久保に似てなくもないような。俺も言おうとした、それ。デーブ大久保入ってますね、これ。ちょっと似てるよね。さて、じゃあ、とりあえず、飯屋探しに行きますか。すごい、何かあれ。何あれ。すげえ、すげえ、幻想的。幻想できるよ、これ。すごいすごい、レインボーレインボー。次回、核変革展です。すごいっすね。ていうか、なんか、この和な感じ、すごいいいっすね。フワちゃんだよ、フワちゃん。あ、ほんとだ。フワちゃんがいる、フワちゃんが。入れる。あ、これなんか結構有名そうやね。あ、そう。二個上かけ。外国屋。うまそうやな。あ、ほら、外国屋天ぷらって書いてある。天ぷら屋さんです。しまってる。絹マスクとか書けない。マスクいいの？これだってストラップに使える。いや、そうですよ。これ良くない？全然ありそうな。これ、ギターストラップにまず使えそうだね。この辺のやつ気になるよね。オール500円。これのいいところをカットしてストラップにしてみようか。ギターのストラップ。いいと思います。ナイスですね。もう一店舗、第三店舗ができましたので、また後日遊びに行ってみてください。はい、すいません。ありがとうございます。どうもー。どうもいや、でもちょっと、ここ俺好き。この店です、この店です。辰巳さんかな？辰巳さんでいいのかな？辰巳さんです。オリエンタルショップ銀っていうのもあるみたいですね。じゃああれかな、ここにしましょうか。初の浅草の夜飯、大黒屋天ぷら屋さんか。でようやく今回の初飯、小鉢。初飯小鉢。初飯が小鉢。定食です。
てはちょっと今日の初飯天丼。おお、超うまそう。やばいねこれ。ちゃんとタレも染みてるね。早速じゃあ試食しますか。行きましょう。行きましょう。はい、ということでめちゃくちゃうまかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで、初のねスカイツリーからの、浅草を、堪能するような動画という形になりました。また今度この HX2000 を使ってどんどんいろんなシーン、いろんな場所を撮っていきたいと思いますので、この動画が良かったとかいいと思ったら、チャンネル登録したり高評価の方よろしくお願いいたします。次は徳さんだけじゃなくて他のメンバーも来るかもしれませんということで、山順でした。また次の動画もよろしくお願いします。それではバイバイ。